10。大人になったら、リカとユータは結婚するの。いいよ。じゃあ僕らはずっとずっと一緒だね。大人になったら結婚する。ない。僕の組織レッドリボン軍、ある目的のため最強の人造人間を生み出した。そのマーク、レッドリボン軍。正解。そしてスーパーヒーローだ。スーパーヒーローたちの世界をかけた戦いが始まる。スーパーヒーロー。歌、離れていてもお前は一生俺の娘だ。フィルム、レッド6。あなたはこの人を一生愛することを誓いますか？この男なんですよね、古谷さんの同期を。突如安室さんの前に現れた因縁の相手。あいつとの1週間は大体覚えてる。でもこれが僕たちの最後の日の出来事さ。3年前の11月6日、安室さんは松田刑事に会ったんだよね。さあ、君はどう動く？火が灯された運命のスクランブル。いつだって一度は道に迷わなければ自分の答えにたどり着けない。誰だお前？俺は本田克也と言います。第一印象は変な教師だった。抜け出しましょう、一緒に。寂しいと言って泣いた君はとても人間らしくて。克也、私もう十分だから。とても好きだと思ったから。俺を選べ、京子。4。爆発があって目が覚めたら助け出されてて、秘密な3。最初？どの時点が最初だよ。一連の事件のって言われてもな。そもそもの始まりは10月4日だろ。それに関しては本当に覚えてないんだ。俺的にはあの辺から何かが来るって言った感じ。もうそろそろいいか、疲れたって。本当にマジで映画セブンポエムで決まっていたの。コノハ！私たちは1。だけど見慣れた街のすぐ外には世界へつながる扉があった。
しもし。空よりも遠い場所チーム劇場最新作見て、黄金爆裂50発在庫いっぱいあるとこ狙った。人バカだろ、なんでもっとまともなもん持ってこねえんだよ。明日はペルセウス座流星群だよ。やったね。喜ぶ理由が一個もねえ。これはまだ世界を知らない3人の少年たちのひと夏の冒険。行ってみようか、トンネルの向こう側へ。グッバイドングリーズ。